さあ徳島は西矢、この仕掛けがいいですよね、はい、左からクロス上げてくる。で今現在まあ守備の意識も高くなってますし、はい、さあ風間幸輝ここミドル狙ってきた。そうそう、コーナーキックです。長谷川触ってるんですね。あれ琉球風間幸輝のこのシュート、いや長谷川よく触りましたね。そうですね、まあ、杉森スペース空いてますね。杉森がドリブルで中切れ込んでシュート、シュートブロックは知念、しかし清武これコントロールシュートでしょうか。コブを選手に指示を出しているようです。阿部が右にはたいてファーサイド折り返す茂木、またのシュート、そして風間幸輝のシュートですがこれはクロスバーの上。まあね、丁寧にこうシュートまで打ててますよね、まあ、1本目の、ね、長谷川選手のこのセーブっていうのも良かったですね、まあ、1本目の、ね、長谷川選手のこのセーブっていうのも良かったですね、阿部拓磨決めた。後半50分阿部拓磨の同点ゴールが生まれました。ホームの琉球ようやくねそのクロスっていうところが実を結びましたよね、うん、っていうところで、はい、まあ小泉選手ですね、しましたね、まあ、当てるだけに見えますけども、うん、やっぱりその外に開きながら逆に打つっていうこのやっぱそのテクニック難しいシュートですので。そうですよね、もう体伸びきってるような状態で、はい、最後膝下だけで合わせた感じですもんね。そうですね、まあ、合わせることもことが難しいシュートなので、蹴ります。まあ、上里の左足非常に高い精度を持ってますから、ふわっとファーサイド上原のヘッド、選手が当たってるな。今日ポジショニングだったり、まあ、その準備で予測ですよね。まあそのまあ、頭上、まあ、反応しやすいとはいえ、タイと岸本つながってもう一度ゴール前、岸本仕掛けるシュート、後ろから藤田